ベルシティは、香川県喜田郡三木町下腹にある商業施設である。通称はベル。かつて存在した、開き本町商店街現在では、アーケードは撤去されている1986年10月に、丸吉センターベルシティ店を各テナントとして設立されたショッピングモール。付近にあった、開き本町商店街に存在した。 いくつかの店舗をテナントとして引き入れることで成立した経緯があり、実質上、同商店街の後継施設と言える。しかし、本施設の成立とともに前進となった、開き本町商店街は衰退。整備等が立ち行かなくなり、いくつかの店舗、施設が閉店、消滅した。施設の運営は、本施設入居商店の共同組合である。 さぬき三木商業共同組合によって行われている。この組合によって本施設内の各商店で使用できるベル式商品券が発行されている。東に香川県道38号三木村線が走り、西に三木町のメインストリートの一つである学園通りが存在するという二つの地元主要幹線に挟まれている土地に設置され、南に 高松琴平電気鉄道調尾線が走っている。この立地を利用して、本施設の敷地内に学園通り駅が新設され、同地が三木町コミュニティバスのバスターミナルとしても設定されているため、実質上、三木町の経済及び交通における中心地として機能している。太地は設立当時から入っている店舗。敷地内に純テナントとして存在している店舗や施設もある。 学園通り駅学園通り駅バスターミナル高松琴平電気鉄道長尾線の駅であり三木町コミュニティバスの実質上のターミナル停留所本施設への資金アクセス交通ターミナル本施設駐車場の一部を用いてパークアンドライドシステムを確立させておりそのための事業をベルシティが三木町より受託している月決めによるパークアンドライド用駐車スペースの確保は サービスカウンターへの申請によって利用できる、ホットモットミキベルシティ店、プレナスの弁当店、地下駐車場と平面駐車場を完備。ありがとうございます。